はい、いつもおかげさまです。武井祐介です。今回はですね、人吉、豪雨災害、皆さんもですね、お聞きして、でこれを見てくださっている方たちも、多くの方がですね、今回、義援金協力してくださったかと思いますけども、こちら、青い阿蘇神社様にですね、ご支援という形で、寄付をさせていただきました。で、我々としてはやはりもうお金をただ出すだけで終わりというふうにはですね、やっぱり考えておりません。やっぱりそこで、知ったことによってですね、得たご縁で、さらに我々ができることがやっぱあるんではないかと、いうことで今回ですね、直接こちらに来させていただきまして、で宮司様の、福川様とで、県会議員様ですかねの、溝口様、来てくださっています。で今の人吉のですね、現状であったり、そしてですね、これまで、実際の災害の時どういう様子だったのか、でそれをどう乗り越えられて今の状況まで来たのか、そしてこれからですね、どのようなサポートが必要なのか、それをですね、我々外部の人間に向けてですね、ちょっと話をしていただきたいと思っています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。やはりですね、やっぱり私たちが、こうテレビではですね、いろいろ見たりしていますけども、やっぱり残念ながら今もうテレビで報道されてません、はい、でされてませんので、やっぱり実際何が起こっているのか、もしくはもう終わったのかなと思っている人たちも、結構いらっしゃるんですね。で実際、その人吉の災害あった時に、まずじゃあ過去からちょっと話をしていただきたいと思うんですが、そのじゃあ災害が起きた時の様子って実際宮司様の方からいかがでしたかね。はいはい、もうその前の晩ですよね、はい、携帯電話でもう緊急なんとか情報っていうのがもうしょっちゅう出ておりましてね、はい、で僕も今このちょっと下の方に住んでるもんですから、朝4時ぐらいからここに詰めてて、でちょっと掃除して朝の勤めをやって、で部屋で新聞読んでたんですよ、はい、そしたらなんか向こうの方でバシャバシャ言ってるなというようなことで、破水機の向こう側ですね、はい、で見に行ったら車がね通るのにもう水がこんなぐらい溜まってたんですよね。あ、もうすでに、すでに、はいはい、それで、あ、これちょっと今日は、ね、いつもと違うというようなことから、はい、今のうちに朝ごはん食べてこようと思って家に帰ったんですよ。その時は普通に傘を差して歩いて帰ったんですけれども、はいはい、ご飯食べてる間って、5分とか10分ぐらいの間だったんだけれども、はい、でもうすぐ神社行かなきゃと思って、はい、思ったら水がわーっと来た。あ、それでもうみるみるうちにもう1階はもう床上まで来て、はい、これやばいと思って2階建てだったんで、はい、2階の方に垂直避難をしたと、うん、いうことなんですね。それで1時間半ぐらいした時にはもう2階の膝まで、はい、水が来てきてしまった。2階の膝まで、はい、でもう外はもうなんかこう、熊川の濁流と一緒ですよ。あんな色した水がどんどん流れるしですね、はい、ですから私はもう神社にいた職員と携帯電話で、動画を送ってもらったりして、ただここの神社って道からすると3メーターぐらい高台になるんですよね。ああ、なるほど、はい、ですから神社まで行くことはないだろうって当初の考えがですよ、でもそんなもう2階で膝までですから、これは神社使ってるなというようなことで、動画を送ってもらったら、あ、ね、やっぱりこうもう一面湖みたいな感じになってたということだったんですね。もうここもですか。ここもこの辺まで行く、この境内も、だからこの床上だったので、この辺はこの辺までは来てますね、はい、あ、この辺まで来てるのかな、ですからもう、本当にこう昭和の大水害というのが昭和40年なんです、はいはい、でその時に2.2 メートルだったと、でその時はそのここに上がってくる石段ありましたね、はい、あそこまでは来たっていう話を聞いてたんですよ。でそれから50数年経ってるからですね、今も堤防が、ね、ちょっと高めに作られたりとか川幅とか広げられたりとか河川改修っていうのもね結構進んでたんで、もうこの上に境内に水が来るっていうことはまずないというのが先入観であったんですね、はい、でも今回はその時の 2.2 メートル、うん、2.2 メートルを超える4.何メートル、はい、だから出たというようなことだったんですね。ですからもう本当にこう何が何か分からなかったですね。で水害で私は初めての体験だったんで、はい、こんなにもなんかすごいもんなんだと、
だから人の話ではですね、水害って水がわーっと上がるけど短時間で、はい、わーっと引くよって話だったんです、うんうん、だから引かなかったんですよ。あ、上がるだけ上がって引かなかった、はいはい、だからもう外に出たらもう自分の背丈よりもすごく水があるわけじゃないですか、はい、だから結局僕が家を出ることができたのは午後2時過ぎだったんです。うん、その時やっとこの辺まで、それでもこの辺まであって、はいはい、で僕はここまで、まあ、こう疲れながら来たんだったけど、その時に見た光景っていうのが、はい、まあ橋は壊れてるわ、あのもう社務所に上がったらもうこんななってるしですね、なんか想像を絶するような光景だったですね。よくこの状態で出られました。いやいや、もう行かなきゃと思って。自分たちはそれこそ渋川のいわゆる海の前なので、はいはいはい、まあ、よく言うのが津波とかも30センチの津波来たらもう死ぬよと、うん、バーンと流されてなめんなよと、うん、まあ、来たらもう死ぬけん、うん、絶対もう水が引くまで待てって、うん、まあ、言われて育ってきたんですよ、はい、相当な勇気だったと思います。だから私も妻の母親が一緒にいたんだけど、行くって言ったらやめてくれって止めました。止めると思います、はい、そういう状況だったね。そういう状況だったですね。でもそれこそ議員様とだとすると、多分問い合わせとか電話とかいろんな連絡がいっぱい来たと思いますけど、その時の様子ってどんな感じでしたかね。私は朝の4時ぐらいに地元の国会議員の先生から、はい、このまま行くと大変なことになるという情報をいただいて、で市長から、いやもう最悪の状態を想定しなければなりません、うん、で市長が自分の声で防災無線で逃げてくださいって放送を5時ぐらいにやってるんですよ。でその同時に私も市長と一緒に市役所の方に災害対策本部に入っていろいろ対応しましたけど、まあそこに飛び込んでくる電話は誰かが流されたようだとか、樋門にいる人が身の安全が確保できないので逃げるとかっていう、もう壮絶な電話と行方不明が出たとか流された家が流れてるという電話がどんどん入ってましたので、ちょっとこう最悪の状態だなというのは感じてましたね。なるほど、市長様が言われたんですね。言いました、まあ、それで相当な水害でしたよね、うん、でその割には先ほど、ね、調べたら50名ほどの死者が出たって、うん、まあ、もちろんそれは悲しいことなんですけども、うん、思ったよりはすごく少ないと思いました、うん、やっぱ相当な川の流れと もっと流されて、ね、人が亡くなったんだろうなというふうに僕は想像してたんですけど、あ、だそういう動きがあったんですね。でそこから実際復興ってなるまでどれぐらい時間がかかったんですかね。もうまずは逃げることですよね、うん、逃げることですね。ですよね、はい、だからあの時ね、それでもう2階まで水が来ている時点で上流のダムが放水するっていう話だったんですよ。ああ、だからこれ放水したらどうなんだろうな、うん、確かに、はい、そういうのがちょっとこうヒヤッとするような場面はありました、はい、ただそのダムが持ちこたえてくれた、やっぱ関係者の方がだいぶ努力をされたんだろうと思いますけども、うん、それがなかったというのと、それがもう夜が明けてからだった、水が増えたのだっていうのがね、まあ、助かったなと。それでもう水が一番ピークの時にはたまにところどころ青空が出てたんですよ。あの時点でもゴンが降ってたら本当にこう精神的にも参っただろうなという気がしますね。ですからなんかこう最悪の状況にあるんだけれども、なんかこう、そういうこう、いい要素っていうのが、うん、現れてたというのが、ちょっと気を落ち着けられたかなというふうに思いましたね。うん、ですから、まあ、僕はその水害は初めての経験だって言ってましたけど、近くの人たちはもう何回か水害あってるんですよ。うん、ですから、屋根の上に避難してる人とかいたんですよね、はい、2階の屋根の上に。はい、でもどうやって登ったのかな、うん、僕なんかそのはしごもないし、はい、その天井を破って屋根破ってって言っても素手でそんなことできるわけでもないし、はい、だからどうやってやっぱ日頃から備えられていたのかなというふうにも思ったんですけれども、うん、でも人間が屋根の上に乗っててその家が流されていく光景を自分の目でこの目で見るなんていうのはまず思いもしなかったですね。だからそういう状況はありましたね。でそれから、まあ水が引いていくにつれて夕方っていうか昼過ぎてから3時とか4時ぐらいになったらもう、まあ、一面田んぼみたいな感じだったけれども、まあ
片付けるというようなことにつながっていくんですね、うん、その中で、うん、その日はもうここを使ったところを高圧洗浄機で洗ったりとかやってたんですよね。でその明くる日ですよ、明くる日朝ここでいたらですね、子供たちが高校生だとか中学生だとか、まあリモート授業とかで都会から帰ってきてくれてる大学生がいるじゃないですか。そんな子たちがですね、30人40人ってここにスコップ持って集まってたんです。おー、素晴らしいですね。で、うん、何か部活って言ったら、いや違いますって言うんですよね、うん、で、なんみんな知ってる子なのって、いや違います、うんうん、なんでここ集まってんのって言ったら、誰かが、ね、ネットでですね、これは神社助けなきゃみたいな感じでツイートしたのが拡散されて広がって、はい、で集まってきたっていうんですよ、うん、まあ、その子たちがやっぱりその、まあ、献身的にと言いますかね、本当にこう雨に濡れながらだったですけれども、一生懸命こうやってくれましたね、うん、それと重機ボランティアっていう方々が、うん、もう明くる日の朝にはですねどっと集まってくれたんです、うん、で、まあ、神社は外部の方から分かりやすいじゃないですか、はいはいはい、だからもうここに、まあ、とりあえずここに来たと、うん、で重機を下ろしていろいろとこうそれで土砂をかけ流してもらったりだとか、うん、まあ、そういう作業に勤しんでいただいたっていうのがその1日2日目ぐらいだったんです。なるほど、はい、もうそんな早く来てくださって来てくださったんですね。なんかですね、なんかその子供たちの姿見た時には、うん、なんて言いますかね、うん、やっぱこっちが勇気づけられたっていうか、うん、こんな子供たちがいる地域だったら、うん、これは復興はやるなというような思いで彼らを見てましたね、うん、はい、ね、もう今思えば人によしって書いて人よしですもんね。ね、すごく縁起のいい名前ですよね、よくよく見てみると素晴らしい。その頃なんですかね、この災害対策本部ではどういう動きされてたんですかね。当初はやっぱり人命救助が最優先でしたので、行方不明の方が相当いらっしゃいましたので、そこを一軒一軒潰すという作業を警察、消防、自衛隊、もうそれこそ夜通し、ずっとその捜索、安否確認という作業が続いていましたね。それと同時に、やっぱりその相当の土砂と、雨に濡れたというか、水害で濡れた家財道具の片付けが始まりましたので、はい、その片付け作業の、うん、問い合わせというか、はい、そういうのが非常に多かったですね。それ手伝いますよってことですか。いや、手伝いますよというか、もうとにかくこうやられてるので、うん、それをこう外に出す作業、うん、そして今度は持っていくところがないという状況なので、でね、はい、行政として持っていく場所を決めて、はい、ある程度整備をしてっていうのに、当初は相当苦労をしました、ね、これなんかこの道路沿いにずっと横にこう積み上げてありましたね、はい、それで、まあ、そういうことをこう減られて、でこう今の状況としてはどういう状況ですかね。うん、神社としてはですね、はい、それでその3日目ぐらいからここを支援物資をお配りするところにしたんですよ、うんうんうん、はい、そうですよね、はい、それで何かというと、まず神社に対して支援物資を持ってきてくれる人たちがいたんですよね、うん、で神社も随分助かりましたけれども、まあ、神社では使い切れない部分はあったということで、はい、まあ、よその人たちにもお配りしたらどうだろうかというようなことから、もうここやろうというようなことで、拝殿のあの辺とか回廊だとか、その辺にいろんなものを置いてですね、それこそ SNS で発信して、はい、拝見しました、やったというようなことなんですね、まあ、中にはその国宝でもあるし、そんなことやらないで、まあね、神社の片付けだったりとかその辺やったらいいんじゃないかっていうのを今聞きましたけれども、まあ地域の住民あっての文化財でもありますしね。でこの辺の人ってもうみんなこう車も水没しちゃって動かない、うん、それから高齢者の人が住んでる家が多いんですよね、うん、はい、だからなかなかそのいろんなところにその支援物資をもらいに行くってこともできないん でここでやったら、まあ、ある程度この地域の人は助かるかな、うん、それからまあ神社っていうのはやっぱりこうよその人たちにもいい目印になるもんだから、うん、ここで受付してますよっていうことになると持ってきやすいんですよね、うんうん、ですからまあそのような感じでそういった、です今のところはもうある程度そういう外部からの協力なんかを得まして、ある程度の日常といいますかね、でも7月いっぱいはそういう作業ばっかりだったんです、うんうん、
でそれで8月1日からはある程度のご祈願とか、まあ、神社に課せられた使命はありますので、そういうことをやっていかなきゃいけないということからですね、こちらやって、で支援虫の方はよその支援のところに仲介をするという役割をこの神社とっているということになりました。そうですよね、実際やっぱり多分みんなの心の拠り所っていうのが大きいですよね。そうですね。しかも400年間やっぱり崩れずに残ってたのは、それやっぱり災害もね、その乗り越えてきたのもありますけど、やっぱり人のこの、あのお祈りの力がやっぱあったんだと思いますね。あのね、うん、やっぱりあのその水害の悪日にやってきた人が、うん、うわー助かってたって言って、あ言われた方が何人もおられたし、なるほど、うん、神社がですよね、神社がね、はい、流されずにとか、うん、大破せずにとか、はい、まあそれなんか見た時にはやっぱりね、まあ、本当にこう守ってこられたし、はい、これからも大切にしていかなきゃいけないものなんだなっていうのはね、やっぱあの思い返しましたね。やっぱ宗教心というか、こういうのってやっぱ我々の中にすごくあって、私もそのフィリピンのエナマンって火事で焼けたものを復興にお手伝いさせてもらったことがあるんですけども、そこでやっぱり喜ばれたのが、まあ、イエス・キリスト様のその子供の像ですね。それを私たちはその場所を置いて、おかげさまで教会ができましたっていう連絡が来たんですよね。あ、それは そこまで考えてなくて、でも彼らにとってはその心こういうきつい状況で拠り所があるっていうのはすごく大きい。だからやっぱりその、来られた方でも、あ、よかったあったっていうのは、やっぱりこれ流されたってことで、やっぱ心にやっぱ穴が開いてしまうんですよね。すごくやっぱり大事な場所なんだと思います。はい、すごく。で今現状としてこの政府側とかこの自治体側としてはどういう状況ですか。はい、あの発災当初からですね、まあ、安倍政権は熊本地震の時も相当熊本にはご支援をいただいたんですが、はい、やっぱり今回もプッシュ型支援ということで本当に手厚く支援をしていただいて、で我々がいろいろ要求するとそれに応えていただきましたので、まあ、物資なんかもですね、大体こう政府からいただくもので、大体こう賄えてきたかなという感じがしてます。で手厚い支援をいただきましたけど、熊本地震の時もそうですけど東北もそうでしたけど、あのやっぱりこう神社とかお寺とか、まあ、いわゆる宗教施設とみなされるようなところにはどうしても行政が 100% 補助ができないという仕組みがありますので、はい、熊本地震の時も相当こう苦労して、県内の文化財を救うというスキームを私自身も作りましたので、直感的に、あ、青い神社でまず義援金の口座を開いて、で青い神社でしっかりお金を集めて、そして、まあ、宮司はここだけじゃなくて、この流域の神社いくつか兼務されてますし、それからその熊村とかそういう下流域にもたくさん神社とか文化財があるんですね。でそういうところっていうのはなかなか日が当たらないので、はい、まずはここでしっかり、お金をいただいて、でそういったものが最終的には隅々まで行き渡るようにっていうようなことも考えてやってきましたので、あの、まあ、政治的な動きではもう政府からしっかりもらう、しかし、どうしても政治が手を出せないところを、うん、義援金とか支援金とかっていう呼びかけをさせていただいて、まあ、今回はご縁があってですね、うん、皆さんだからも貴重な資源をいただきましたので、はい、まあ、ここの補修だとかこの後いろいろなことができていくんじゃないかなと思って、例えばそのこのエリアで例えば熊焼酎とか、うん、まあ、ああいうこの象徴的なものがありますけども、そういったところの被害ってどういう状況なんですか。そこもですね、熊焼酎の蔵元でいくとここ28蔵元あるんですけど、うん、そのうち3つがやられてますので、うん、まあ、あの相当な被害です、その3つ、うん、それから熊川下り、そしてラフティング、こういう会社もことごとくやられてますので、非常に厳しい状況ですね。それから旅館、ホテル、はい、の領域ですね。あ、だから今一番大きな旅館、ホテルですか、うん、もう今まだ空いてないんですよね。そうですね、あ、まあ、老舗と言われる5つぐらいありますけど、そこが全部壊滅的な打撃を受けてますので、宿泊するところが今キャパがないという状況です。ランドアスさんの方もね、もう2回目ですか、うん、使ったって言って、ちょうどテレビ出演されてるのを見てびっくりしました。はい、まさに川沿いですよね。そうですね。じゃあ今、じゃあ藤井様からお聞きしたいんですけども、はいはい、今、まあ、今後これからまたさらに復興、もしくは今後、まあ、人吉がさらに発展していくにあたって、まあ、必要なものとか、もしくは必要なそのアイディア含めて、まあ、どういったものがありますかね。はい、そうですね、はい、まあ、これから復旧復興に向かっていくっていう、まあ、今回この
日本が初めてというような複合的災害なんですね。そうですコロナがやってきて、ねはい、これでみんな借金もした、疲弊もした、どうしようかっていうところ で、うんでまあ、政府から支援があってそれでちょっと立ち直ろうかっていう時にこれじゃないですか、うんはい、だからもうこれ以上借金ってできるんだろうかとか、うんうんまあ、その辺でやっぱ困っておられるというような話は随分と聞こえてきますですね、うんはい、ですからまあ今後やっぱりそのお金という部分ではこれは必要だろうなというような感じがいたします、うん、それと、今もある程度の泥出しとか今後は解体というのが進んでいくかとも思いますけれども、それに伴って家の再建だったり修復だったりというようなことで、まあ、職人さんだとか大工さんだとか、ね、そういう方々が果たしてそれだけの多くのことを賄えるんだろうかというようなこともちょっと懸念材料であるのかなというような気がしますね。なるほどね。例えばこちら議会の方ではどういった話が出てますか、今後の。今からその熊本県も流域の市町村も復興計画というものをしっかり作り上げていくという作業になっていきます。これは 1,2 年ではなかなか実現しませんので、まあ、計画作りは早くやるんですけど、まあ、エリアごとに分けてしっかり計画を作っていくということになっていくと思いますが、今宮司がおっしゃったように予算はですねしっかり国の方がつけてもらえますので、橋だとか道路だとか元に戻すという作業はおそらく予算的には公の予算的には心配ないんですけど、じゃあその全国から職人さんが入ってきた仕事をするという時に泊まるところがないので、まあ、個人的には今空いてるビルとかリノベーションできるところはやって、こう宿泊できる簡易宿泊できるようなところにやるとか、空いてるスペースにコンテナハウスで宿泊できるものを作るとかっていうことをやらないと落ち着いて復旧作業が進まないと思いますので、まあ、それぐらいはやっておくと、まあ、大体1年半から2年で老舗の旅館ホテルが復活をしてくると観光客も呼び込めますので、うん、今はやっぱり投資を呼び込むことと人材を呼び込むこと、これをやっぱどうしていくかということが喫緊の課題になってくると思います。なるほど。今それで思い出しましたけど、東日本大震災行った時に、まあ、国分町っていうのは歓楽街がありまして、はい、でそこにまさに職人さんがバーッとまあ前後から集まって、で彼らが飲んでくれるので、そこで歓楽街がすごく盛り上がって、でそこからたくさんの寄付がまた個別の家に、うん、やっぱり今回問題になったのが、なってるとは思いますけども、保険が下りない。そうです。いわゆる、ここ保険入ってたはずなのに、60万弱しか出ないんですかみたいな、でこれどうやって復興すればいいんですかってなると、もう結局賃貸で賃貸、しかもこうなんかもう心もやられてしまってるんで、もう結果的に引っ越してしまうということで、まあ、人口減につながってしまう。だその辺もなんかうまくサポートが行くようになればいいなって昔からすごく感じてることですよね、はい、その家とかを全部直そうと思ったらざっといくらぐらいかかるんでしょうね、保険で足りない部分っていうのは。まあ、これはどれぐらいなんだろう。まあ、それぞれ違いますけど、やっぱ相当かかりますね。そうですよね、はい、なんか先ほどちょっと話を関東の園さんからお聞きしてましたけども、隣で聞いてたおじいちゃんたちが、まあ、家の修理代が600万かと、まあ、でも59万ちょっとしか出ません、うん、まあ、保険でそう決まってます。でもそれ払えなかったら家に住めないので、じゃこれから賃貸になるのかなとか、まあ、いろいろ。でもそれを例えば全国の人が知ったら結構また現金集まる気はしないでもないんですよね。でそれが例えばプッシュ型の政府の支援って多分我々も政府にお願いしすぎだと思うんですよね、うん、最近すごく思うのが、まあ、税収も減ってます。もちろんコロナの影響もありますし、ただ出ていくのも多いです。でそこに全部おんぶに抱っこしててもダメ。ただ、まあ、企業内部留保含め、もしくは世界の例えば私が好きな聖者のアンマっているんですけども、まあ、アンマさんがインドネシアがこういうことを困ってますよと言ったら250億集まったんですね、世界中から。でそういう、まあ、世界的宗教的、まあ、指導者が発言をするとダンとお金が集まって、その現地の人たちがまた復活したと、うん、なことがありましたけども、やっぱり一番大事なのは多分知ってこのことだと思うんですよね。今なんかお聞きしてて、まあ、多分職人さんが必要だってことと、意外と一般の人の人では足りてるってことですね、うん。まあ、それは私もあそうなんだと思いましたし、職人さんの人手がまあ足りないということと、あとやっぱり家が崩壊してしまった人たち その修理費がない、うん、でそれをどうするのかという問題があると思うので、その辺なんかこう毎回こう起きるためにみんな悩んでることだと思うので、何かしらその答えが一個等しいという、まあ、私も地元の一つですから、なんかできればいいなというふうにはすごく感じます、はい、今回ね、うん、
市街地がやられちゃったんですよ、うん、だから旅館ホテルがやられた、うん、飲食店がやられた、うん、飲み屋さんがやられた、うん、いうようなことでそういうそのお金を、うん、落とす場所が落とす場所っていうのがやられちゃってしまってるんで、これね今までのいろんな地方の、うん、とはちょっとまた違うのがあろうかなという気がするんですよね、うん、ですね、ですから、まあ、なるだけ早く復興させると、ただ一回水に浸かったところっていうのはもう今までの評価額っていうのはだいぶ下がると思うんですね、そうですね、で、はい、ここを売って安全なところに引っ越すっても、うん、そうですね、なかなかね、ああおっしゃる通りだと思います、うん、ああその辺がなんかこううまく解決策があるというようなことないかなというのことを考えますね、うんうんうん、私もその地元は過疎化で有名な町なんですけども、まあ、意外と職人さんが泊まる場所がやっぱうちの地元も宿が全部潰れてしまっているので、もうこれ過疎化の影響で、だからあの何をやってるかというと、まあ、民泊なんですよ、うん、まあ、空き家がいっぱいあったので、まあ、そこを開放してみるとね、まあ、今回我々の仲間も何人か泊まったんですけど、実は3年間満室とか、うん、えっって思って誰が泊まったとこも聞いたら、あの職人さんが実は来てくれて、うん、でずっとここでやる件がって言われて、あそうなんだ、だ例えばその直接その家を復興するお金は出せないけども、まあ、絶対に職人さんが滞在する場所は必要なので、うん、そういう立て付けで政府からその、うん、あの政府かもしくはまあ全国の義援金でその家を建て直して、まあ、一部民泊みたいな使用して、家の人と、まあ、ちょっとこれはそういう、まあ、残念ながら一時的にそうなっちゃいますけども、まあ、家の方はちゃんと住める場所があの元通りになった、まあ、と同時に職人さんもそこに入れるみたいな、そういう場所もなんか立て付けでうまく全国からお金集められればいいなっていうのはちょっと思いますね、うん、はい、でそれ一時的な話ですから、まあ、復興が、まあ、もちろん2、3年かかるかもしれませんが、終わった後はもちろん自分の家として使えるわけですから、すごく喜ばれそうな気がしますね、うん、はい、でも本当あのやっぱこうやって現場で聞かないと知らないことがやっぱ我々やっぱテレビだけだと全然わからないので、あの一般の人手が足りないと勝手に思い込んでました、うん、はい、それが一番衝撃でした、うん、やっぱその家の復興とかっていうのはやっぱり助成金の限度ありますよね、そうですね、はい、それはもう今までの震災で全部一緒なので、まあ、初めて今回半壊までが解体の対象になるということで、これは国が画期的にやってくれたので、なるほどですね、ここまではまあ少しまた今までよりも手厚くはなりますけど、はい、解体だけでも2000件ぐらい出るのではないかと言われてますので、はいはい、今解体する前に1階が使ったので2階に住んでます、あるいは3階に住んでます、はい、けど解体した時には一旦住むところがなくなりますっていう人もいるんですよ ね、 そうですね、だからやっぱり絶対的に住むところが必要だということと、うん、工事に来た人たちが泊まるところだから、はい、まあ、簡易宿泊所みたいなやつが空きビルとか、はい、あの実はもう住むところがないんで空き家とかがもうどんどん埋まったんですよ今回の、で今私が見てるとビルで空いてるところ、あるいはビルでも使ってなかったところ、うん、そういうところをちょっとこう宿泊所に、はい、いやするとですね、はいはい、そして、まあ、2年間ぐらいするとあとは会員宿泊所みたいな運営ができないかっていうのもちょっと個人的にはいろいろ今見て回ってるところですけど、ね、いいですよね、会員宿泊所もすごくその資格取るのに結構面倒くさい作業が多いですもんね、うん、あれはなんか緩和的に一気にそれこそプッシュ型じゃないかとかやってくださったらありがたいです、そうですね、そうか、じゃあ飲み屋さんそういったものを全部潰れた方たちは今どうされてるんですかね、もう街出ちゃったんですか、そういうわけではないんですかね、出て隣町で仕事をしている人もいるし、はい、まあいろいろそのゴミの回収とかそういう舞台を作ってもらって、まあ、公から仕事が出る仕組みを作ったりとかしながら、はい、今のところしのいできてますけ ど、ようやくその熊本地震の時のグループ補助金、今回なりわい補助金という制度ですけど、これの受付が始まりましたので、みんなもう一回事業をチャレンジしてみたいけど、いつ水害が来るかわからないので元のところではどうなのかっていう、こう足踏み状態が今ちょっと続いている感じですね。そうか、じゃあ今歓楽街の場所が、まあ、これからまた新たに移動するって形になるんですかね。川の向こう側で、いわゆる飲食店は大繁盛ですね。川の向こう側とこの中心市街地からこっち側はもう日々満喫、そう先ほど言った料理屋さんもすごかった、あそうボノボノさん、はい、ボノボノ、はい、ボノボノ、ああすごい並んでました、驚きました、いち早く開店したところはですね、うん、多いんですよね、はい、だから今どんどん開けましょうと、開けれるところは開けましょうという雰囲気を作っているところですね、はい、ちょうどうちの地元の天草の方でも、まあ、後輩の沙織ちゃんとかいるんですけども、うん、要は
天草大雨がひどかったんですね、まあ、水害で小学校の真ん中こう川が流れたようなところもできてしまったんですけども、まあ、そういったところがみんなその食材とかみんな余らせてしまってどうにもならないというところを、まあ、ある女の子が全部引き受けてで全部弁当でして凍らせてでそれを全国で売り場売ったんです、ね、5万食売れたんですよ実はこの数ヶ月 でそれでそのうち買ってくれた半分が東京の方という形でやっぱりこう支援したい応援したいと思っている人はいっぱいいるけども、うん、あそこがあるんだあそこがないんだというのはもうやっぱ分かんないんですよねだから今お聞きするとそのやっぱり場所ですよね、そこからやっぱりすごく変わって、まあ、空き家が見つけられた人はいいですけどもそこからまた商売やるとなるとまたそこが住宅街だったりするとできなかったりしますもんね、まあ、そこも人吉自体がね、うん、もう後継ぎがいないはい、お店っていうのは結構あったんですね、はい、まあ、高齢者のご夫婦でやっておられたりだとか、うん、まあ、そういうところはなかなか再建するって言うても、うん、もう年だからとか、はいはいはい、そういう形でね、庭師生まれるんじゃないかなという気もしますよね、うん、だからまあ場所を移すって言うてもなかなか今までここでやってたのをここに持っていってっていうのは難しいでしょうし、だからやっぱ抜本的な改革っていうのは必要なんじゃないかなと、まあ、不安を除いてやるとか、まあ、そんな形で新たに何かものを生み出していくっていうようなことも大切じゃないかな、ただそれがその自力でできるんだったらいいけれどもちょっと今の状況では自力ではできないということです、うん、そうですね、ちょっと思うのが、まあ、日本はインバウンドでどんどん外国の方呼ばれてましたけど、うちの地元天草も結構提案してるんですけど、要は外から人がここの、まあ、住みやすい場所というか、もしくは関連人口を増やすという形で、いろんなまあ富裕層を誘致するためのアイデアをちょっとみんなが出し合ってるんですけども、まあ、その中で、例えばその国から応援してもらえるならば、まあ、極端なまあイメージですけども、例えばもう10年間人吉は、消費税無税にしますとか、その代わり本社誘致してくださいって、あとパソナがあそこの淡路島に行ったように、でそうするとやっぱり多くの人が来て、で人が来ると商売が成り立って、でまた新たな店が来て、あの人たちがいるならじゃあ俺たちも行こうかなってこう来てるというサイクルが始まりやすいので、なんかこう人吉でも意外と私思ったのは熊本市内から こんなに近いのかと思いました。もっと遠いイメージでした。高速使うと意外とあっという間ですね。コロナで、はい、そのリモート会議って流行ったじゃないですか、はいはい、あの時はですね、はい、もうこれ東京に事務所を置かなくたっていいじゃないと、そうです、はい、これやり方によってはね人吉っていうところがいいところになるかもしれないね、はい、週に1回とか月1回ぐらい東京に行きゃいいだけ、はい、あとは地元でと、まあ、その時になんかこう自然に囲まれた中で仕事ができてっていうのは、はい、いいかもしれないねみたいな感じで、うん、そういう街づくりっていうのは必要であるんじゃないかなみたいなことは話はしてたんですけれども、まさかそれにこういうことがな、はい、あったんだからですね、はいはい、ですよね。で今東京の方もコロナで逆に外に行く、私も実はそうなんですよね、もともと東京に、まあ、港区にあったんですけども、うちのスタッフのたくさんも今札幌に引っ越しましたし、で私も家族は広島に引っ越しましたしという形 でやってみたら、あら何も問題がないぞ意外とあっちだとやっぱりすごいどこ行っても混みますし、どこ行っても人が親切、やっぱりね田舎の地方で生まれた人間からするとその親切の度合いのレベルが違いますよ。コーヒー屋さんに行って1時間話をするっていうのが、この前島原に行った時にそれをたまたまやって、でも人吉でもあったりすると思うんですね。これ飲食店に行っておばちゃんとずっと話すとか、東京でスタバでそういうことできるかって絶対できないですよね、間違いなく。でそういったその人としての豊かさが、まさに人吉ですけども、そういう豊かさが本当に田舎ってやっぱあるなと思って、まあ、すごく感じます。でもっと言うと、世界中の人たちはそのお金を持ってるけどもどこに出したらいいか分かんないという人が結構いっぱいいるんですよね。アビュー・ラビンだったかな、誰かその女性の歌手かなんかがね、もうパッと検索をして出てきた時にどんどん1万ドルを寄付してるってい いう人がいらっしゃるんですね、女性 でそれは個人に対して、もしくは学校でここを寄付してください、でそういう人たちがいるぐらいなので、なんかこれをきっかけにみんなにこう発信というか、まあ、この良さを知ってもらうと同時に、かつここにあそういう街があったんだけど興味持ってもらう人も増やすというような施策もなんか一緒に作っていければいいなっていうのは、まあ、もうまさに今地元の復興いろいろやってるもんですからすごく感じます。いやそうですね、はい、いや僕なんかもやっぱりこう、まあ、ここはある程度規模のある神社だから、まあ今、まあ 運営といいますかね、こう対外的なこともできるんですけれども、もう昔の村の鎮守の神様みたいなお宮さんっていうのはもうほとんどがねもう高齢者ばかりになってしまって、地域自体が今後どうするんだろうっていうところがいっぱいあるんですよね、うん、はい、
だから今までは地域に守られている神社だったんだけれども、うん、それはそれあの根底に基本にはなければいけないんだけれども、うん、新たなるコミュニティというのをやっぱ作っていくっていうのは必要なんじゃないかな、うん、それどうしたらいいのかな、どうしたらいいのかなというふうに、まあ、あの模索を今までずっとしてきたんだけれども、はい、やっぱり今回この、 あの災害を受けていろんな方が出入りをされたりとか、いろんな方が支援をいただいたりだとか、まあ、こちらからアプローチをしたりとか、そういう中で新たに生まれてきたものってあるんですよね。そうですね。だからこのものがやっぱり今後はやっぱ大切にしていかなきゃいけないなというようなことは今回の災害を通じてちょっと、うん、あのまた思い直したなという気がします。まさに先ほどずっと宮司様がおっしゃってた陰陽の話ありましたけど、うん、もうまさに陰極まって陽となるということもありますけども、うん、本当、まさにその人吉が、ね、そのきっかけになればなと私も一熊本民としてやっぱ思いますので、まあ、ぜひね、今回は、ね、こうやってこう機会いただきましたけども、これだけにちょっと終わらせず、何かこう包括的に、もちろん政治、あのでも県会議員さんもこうやって来てくださってますし、そこでやっていただくことをやっていただいて、ただ我々は一般民としてあのおんぶに抱っこだけじゃなくて、何かこうできることがあったり、まあ、こういうのちょっとできないみたいなことがあったらちょっと振っていただければ、自分ができなくても自分の周りにちょっと振ってみて、あ、それ面白いねって動く可能性もありますので、ぜひちょっとまた今後ともやり取りできればと思います。まあ、ということで今回ですね、こういう貴重な時間をいただきました。人吉の、ねまあ、こういう現状というのは、まあ、その現地に、ね、来ないと分からないことってすごく多いですから、まあ、何より、まあ、これを見てくださっている方ね、一回ちょっとね人吉に遊びに来ていただければすごく嬉しいなと思います。でここは青い阿蘇神社さんですし、そこをお参りして、でこの街をちょっと見てみて、で自分にまあ何ができるか、やっぱり我々おんぶに抱っこじゃダメで、自分らがまあ何ができるか、我々ができることってのはもらうことじゃなくて与えることですから、奪うんじゃなくて与える、まあ、それを視点でですね一回ちょっと、来ていただければ嬉しいなというふうに思います。まあ、今日本当に貴重な時間をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、はい、ぜひですねまた皆さん、もう一回言いますけども人吉に来てくださいということで今回話を終えていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。